アルブレヒト一世は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、ベルフ家出身のブラウンシュバイク・リューネブルク公、ボルフェンビュッテル公。ブラウンシュバイク・リューネブルク公等一世と、ブランデンブルク編境博アルブレヒト二世の娘、マティルドの長男で、リューネブルク公、ヨハンの二位。後のハノーファー王家、イギリス王家などの男系祖先である。1252年の父の死後、その領土を、 弟のヨハンと共に統治した。ゾフィー・ホン・ブラバントとマイセン編強迫ハイン・リヒ3世のチューリンゲンをめぐる争いについては、アルブレヒと一世は、ゾフィーの娘エリーザベトと結婚していた縁で、ゾフィー側に立ち参戦したが、1263年のベーゼンシュテットの戦いに敗れて捕虜になった。その後解放されたが、チューリンゲンは、ハイン・リヒ3世が所有することになった。 1260年9月に、ハーメルンやアイルセンを中心に勢力を持っていた、エーファーシュタイン博家のコンラート4世を討伐し、各城を攻略して、その影響力を徐々に弱めた。1267年、ヨハンが所要分割を要求。アルブレヒト1世は1269年に、これを受け入れ、ヨハンは北部のリューネブルクとツェレとハノーファーを、アルブレヒト1世は、 南部のブラウンシュバイク、アインベック、グルーベンハーゲン、カレンベルク、ボルフェンビュッテル、ハルツサンチ、ゲッティンゲンを領有することになった。1279年死去。遺体はブラウンシュバイク大聖堂に埋葬。領土は3人の息子の共同統治となった。1254年、ブラバント公、アンリ2世とゾフィー・ホン・ブラバントの娘エリーザベトと結婚したが、 1261年に死別。1263年、モンフェラート公母にファーチョ2世の娘アーデルハイトと再婚、7人の子を設けた。ありがとうございます。